2018年、第80回タタスチールトーナメントの対局会場、タタスチールチェストーナメントは、オランダのワイクアーン勢で、毎年1月に開催されるチェスの大会である。1938年の創設時は、スポンサー名からホ、ーホフェンス大会と呼ばれ、1999年に、スポンサーのコニンクリーキーヒュッケビンズ社が、ブリティッシュスチールと合併して、 コーラスグループとなってからはコーラスチェストーナメントと呼ばれていた。現在のスポンサーはタタスチール。初期のトーナメントは非常に小規模で1938年には4人のグループから始まり参加者はオランダ人プレイヤーに限定されていた。最初の5つのトーナメントは毎年1月初旬に開催された。1943年と1944年には トーナメントの参加者は2倍の8人になった。1945年は第二次世界大戦のため、トーナメントは開催されなかった。1946年、最初の国際大会が開催された。メインのトーナメントは10名に拡大され、アルベリク・オケリーでゴールウェイとゴスタ・ストルツが招待され、オランダからも8名が参加した。トーナメントの規模が大きくなるにつれ、 補助的だった女子のトーナメントが定期的に開催されるようになり、マスターズイベントやマスターズ予備軍イベントも開催されるようになった。またサッカーのリーグ戦に似た方式として、ある年の成績優秀者を翌年の上のクラスのイベントに招待する伝統も生まれた。チグランペトロシアニアンハインドナー対ブルーノパルマトップグループの優勝者。 マルクタイマノフミハイルタリナイジェルショート1968年大会の開催地がオランダのワイクアーンゼイに移された。この頃、このトーナメントは一般にスポンサー名のヒュッケ・ビンズと地名のワイクアーンゼイの両方で呼ばれていた。1968年以降のグランドマスタラグループの優勝者は以下の通り、2000年以降トーナメントの通称はワイクアーンゼイと コーラスの両方で呼ばれていた。マグヌスカールセン2011年、トーナメントの通称はコーラスから、たたスチールに変更された。ありがとうございます。